何やってるんだ、アキト。サインを考えてんだよ。最強プレイヤー全員のサインをよ。へえ、クレジットカードを作るの？ちげえよ。俺たちはプロの e スポーツ選手になって有名人になるんだぞ。だったらクールなサインを書けないとまずいだろ。だからじゃん、お前もちゃんとサイン練習しとけよ。いいよ俺そういうの、恥ずかしいし。ダメだよシュン、そこはちゃんとしないと。え？ファンが憧れてる人にサインくださいっていうのって勇気がいるものなの。だからそれにちゃんと応えられるようにしておかないといけないんだよ。そっか、ありがとう。ユウ、俺もサイン考えようかな。さすがプロの女優は言うことが違うね。ファンサービスも大事なプロの仕事だものね。こういうダネコはサインあるのかよ。あるよ、もちろん。ほら、それのどこがサインなんだよ。これでダネコって読むんだよ。読めねえよ。ダネコって打天使翼猫姫の略でしょ、こんな感じに。で、元々のスペルはこうだから真ん中の2文字だけに省略したんだよ。省略しすぎだろ、もっと複雑でかっこいいのにしろよ。人気者になったらものすごくたくさんサインを書かないといけないからね。素早く書けるシンプルなのがいいんだよ。ふん、じゃあユウのサインは？私のはこれだよ。これだよこれ。やっぱサインはこういうかっこいいのじゃないと。それって女優のユウのサインじゃない？選手の時はファントム忍者のサインを書かないと。そうだ、しまった、ファントム忍者のサイン作らなきゃ。デザインを発注しないと。あ、でも見バレしないデザイナーに依頼しなきゃ。困った、どうしよう。デザイナーに頼むのかよ。やっぱりプロは違うね。みんな何やってるの？のぞねえはサイン書けるの？あるわよ、656と書いてムツゴロウ。ほら簡単でしょ。なんか肉まんみたいじゃん。